チャオ、あっちゃんです。今回もね、それ刀をね作っていきましょう。多分今回でね刀は完成すると思うんだけどね、作っていきましょう。はい、刀作っていきます。はい、刀作っていきましょう。もう去年16番目やからね、もうほぼほぼね完成が近づいてきておりますっていう形でね、この先っちょからね作っていく。ちょっとね指のねここがすごい痛いね、あのブロック作っていくとね。324、はい、もう先っちょね、なんか変な244でいけんねん、324でいくねんね。ここにね3、2、4がいきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、見えへん、光って見えへん。15、16、17、18、18やね。よいしょ、18、ね、黄色の4やね。でいきましょう。これをねまたこの順番に並べていきます、ね、ね、刀らしくはなってきたね、もちろんね。おー、なんかまたね、ちょっとね、もうちょっとしたらまたちょっと見せるけどね、今ちょっと横から見て感動したちょっと感動しました今、はい、何を感動したのかっていうね、みんなと一緒に感動を味わいましょう後でね。あくまでもこれはブロックです、ブロック、うん、ブロックでね言うたら、まあこんな小さなもんでね、何ができるのかっていうのをね、出来上がった時の感動はね本当にすごいわこれは、うん、まあ、ちょっと横から見た瞬間にって思った。黄色がね、あ、棒取ったね。ここで一コマここに飛び出すんよね。で黒がね、黒の4つが4つってで黄色の2、茶を持ってきた、グッズを持ってきたよ。ここまで来たと、ね、黄色の4つをね、これね、この空洞を作ったりブロックにして合わすの、これねモノコック構造って言ってね、箱を作ることで強度を増すのよ。なんかこういう作り方してるんやと思うんだけどね。赤の2のブロック、四角だ、これのまた組み合わせやね。これをこうやってこうやね、でこうやって箱を作るんよね、ここでね。こうやって箱を作ることね、これ強度を増すのよ、うん、こんな感じでね。で3とこの L 型、あと3で黄色の L 型、
黄色の4個。ではここまで作っていきましょう。刀鍛冶に、ね、なった気分で、うろこ崎左近次になった気分でね。うろこ崎左近次だったっけ、多分名前間違えてないと思うんだけど。じゃあ結構ね、名前はあんまり覚えへん人なんで。よいしょ、こういうの入れにくい。お、入った。だいぶね、できてきたね。よいしょ。今回3回目になるのかな、この配信ね。配信って放送ね。この段は完成するよ。よいしょ。L 型って言ったらね、日産の代表だけどエンジン思い出してしまうけどもね。で、これにこれやね。よいしょ。で、2つブロックを組み込んで、下4つ。よいしょ、ここまで完成した。これでほぼほぼね、刀のところ終わり。これでね、このこれ先何が長いだろう、この刃文、刀の刃文って、これこうって研いでね、やっていくときにここに 波状ができるのよ。これが刀の命らしいんだけど、このね、波で刀の良さとか分かるんやけどね、これをブロックで再現するってすごない。あちゃあちゃ、ここに感動したさっき、まあね、感動しとっても仕方ないんですよ。ここからね、握るところを作っていきます。ここでこれが5個、2、4、5個で、これが2、4、6個、2、4、6個で、黄色が2個。さあどうなっていくでしょうね。ちょっとこうね、作っていきましょう。まずこのここに黄色んで黒をね、ここに2つ並べて、
黄色っていうかゴールだよねこれね。で黒黄色、おーおーかっこいい。もうつかんところがすごいかっこいいよ。でここにね、ここに入るよね。一個ずらしてね、ここで半個ずらしてこうつけるよね。んで2442、あ2はね赤や、赤の2、で4に黄色の3、これもデザインなんやろうね。3、まあ、とりあえずここまでいきましょう。ここでね箱を作ることによってねモノコック構造を作っていくのよ。で強度を増すんやろうけどね、まあ、強度増すのもこんな方が切ったらあかんけど、振り回したら折れるけどね、振り回したらあかんよ。ある程度ね、ある程度ちょっとね全くの飾り物じゃなくいじくり回すぐらいは大丈夫やと思うんだけどね。これで箱にしましたと。で黄色をここに、で2444、今赤か、赤の2444、黄色の4、これでね、映ってるね。こんな感じで、これで握るとこも OK やね。ここ見て、ここほら、ここに模様ができてんね。これがね刀の柄の模様やねんけど、これもねブロックで再現されてんね。でここのところはちょっと難しいなこれね。ちょっとねちょっとデザインをここ多分ね、ここ黄色かな。で、黒。つかみにくいよ。これがね、何回も言うけどネイルのね、難点。とこばっかりじゃないね、もうね。もちろんあっちゃんはね、爪がすごい弱いから、爪がね、割れて生えてくるのね。爪に障害があってさ、割れて生えてくるから、ネイルすることによって爪は硬くなるから、硬くて強くなるから、痛くはないねんけど、その分ね、こういう細かい作業が苦手になってきてね。まあでもそれはそれでね、どっちを優先するかでね、細かい作業を、しててもね、どうしてもね爪、左の親指が割れると、ね、細かい作業すらできんくなるね。そういったら細かい作業苦手になってもいいかなと。これで1コマ開けてね、黒黄色、この1コマ開けて何が意味があるのかっていうことができたら分かるというねことやろうと思うんだけどね。で18で黄色が3つ、2、3で黒が黒4つ、
黄色が真ん中やね。んで、黒黒黄色。うん。黒。浮かすんやね、ここ。ここ。すごいね。浮かすっていうやり方もあるね。もう想像がつかへんよね。どういう完成形になってんやろね。これま、この横にね、溝がある。だからできる。普通のブロックやったらこの浮かすなんてできへんからね。上下でしかくっつけられへんけど、これ横がくっつけられるから、こういうことができるんやね。このブロックはデザイン性をね、かなり幅広げるよね。こんなね、変な横にギザギザついたブロック初めて見たんよ。こんなのあんねんね。うん、おお、はい、ここまで19までできましたと。次20ちょっと説明しようね。まだ今回で完成無理かな。もうちょっとあるね。まあでもできるとこまで作りましょう。黄が3つの黒4つ、また黄色で黄色で、黄色が3つの黒2つ。だんだんとね、できてきましたよ。おー、いい感じ。黄色の3つ、これをこうか。うん、こんな感じで出来上がり。で、裏側。裏側を作ったら完成なんでね。裏側作っていきましょう。これを作っていきます。まず、3個をまずくっつけて、まずこう作って、こうやね。
こうやね。んで、黄色。ちゃうやん。黒ちゃうやん。間違えてん、もう。こういう時はね。全部忘す。何をするのかっていうと、ここでもう一回作り直す。要はこうやねんね。んで、これをつけると、リカバリーできると。ね、3段目を作っとったんよ。間違えて。4段目は、4段目も同じ。一箇所間違えてるな、これ。もしかしたらやり直さなのかもから。まあいいけどね。多分崩れへんと思うけど。何かっていうとね、これね、交互に縦横に置くことで強度を保ったしてるんやと思うわ。それを全部縦置きにしてしまった。上側。で、ここまで行って、で、またこっから、次は縦置きやね。うまいことね、指が。こう、まあ、どこまで行った？これ D やな。こうで、意味が分からへんの？こうやって、あ、違う違う、これ関係ない。こうやって、で、黒と黄色を抱き合わすんや。黒と黄色を。抱き合わして。で
黒が6個。1、2、3、4、5、6。黄色が5個。これにね、まず黄色で黒2つ、ね、オールド。で、これに、こうや。こっちと一緒やね、逆さまとね。で、ここに、オールド。で、黒ゴールド、これね。で、ここにゴールドや。黒いらんだ。この上の部分まで計算入れとった。ここまでできた。次はね、2、3、4、5、6、これが6個。刀完成するんちゃう？ここに、いきなり間違えて完成するんだったわ今。またね、1の段から行って合体させる方が早いかな。で、これに、この3つ、3つ、この3つを、こっちで合体させた方が早いかもわからんな。先にね。
な、横2つも出てね間違えて4つも出してよいしょ、なんでここをつないだら、これで完成。これをね、こっちにつなぐと、よし、刀完成したぞ。刀の完成です。はい、これでね、あとね、こっちの塚の方、塚をね、ほんまは塚先やねんけど、刀作った方がテンション上がるから、あっちゃん刀から先作ったのよってことでね、いやね、いいけども、これは塚でしょ、ここまで塚でしょ、うん、でここから刀の始まりだからね。はい、ということで、とりあえずここまで完成しました。次回この塚の方を作っていきたいと思います。はい、ということで3回にわたって、刀を作りました、ね、ワンピースのゾロのような刀ね言っちゃった、はいね、はい、これを、作りましたっていうことで、ね、刀また作ったらね、あっちゃんの刀作り、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではこれをね、まあ、次は塚の方を作って、ちゃんと刀にして、こう収められるように作っていきたいと思います。ではまたね、バイバイ。